林勢ケンプのポートレート、1979年、林勢ケンプは、イギリス出身の舞踊家、俳優、教師、マイムアーチスト、振付家。ケンプのダンスパフォーマンスは、王の数らの前衛舞踏、パントマイム、ブルレスク、ミュージックホールの演劇を融合、接中させたようなスタイルである。ケンプの父は、船乗りだったが、1940年に、海で行方不明になった。 ケンプ自身によると彼は非常に幼い頃から踊っていたという。お隣さんたちを楽しませるためによくキッチンテーブルの上で踊っていたものさ。小さな男の子がすっかりめかしこんでつま先立ちで踊っているなんてのはサウスシールズでは斬新だったよ。最後は母が少し持て余してしまってね、僕を8歳でボーディングスクールに送り込むことにした。 いくらか常識を叩き込んでもらおうと思ったんだね。ケンプの母親はサウスシールズから離れたところに暮らすようになり、ケンプはウォーキングアムの近くのベアウッドカレッジに入学した。この学校は小船員の指定が通う学校である。ケンプと母親は後にヨークシャーのブラッドフォードに引っ越した。ここでケンプはブラッドフォード芸術カレッジに入学した。その後、 ヒルデ・ホルガーにダンスを学び、マルセル・マルソーにマイムを学んだ。1963年に、クリストファー・プラマーを主演として、エルシノア城で映画化された、BBC のシェイクスピア生誕400年祭企画、ハムレットで、ケンプは劇中劇の王妃の役をやった。ケンプは60年代初期に自分のダンスカンパニーを結成したが、初めて脚光を浴びたのは1968年の、 エジンバラフェスティバルへの出演だった。1970年代初め頃、リンゼ・ケンプはダンスやマイムの教師として人気があり、デビット・ボーイやケイト・ブッシュがケンプのクラスに参加していた。ケンプは欧米の文化人としてはかなり早い時期から日本文化に興味を抱いており、自身のダンススクールで積極的に脳や歌舞伎を研究した。ケンプ自身は キヌガサ・テイノスケの1926年の無声映画、共通田一ページに強い影響を受けたと、インタビューで語っている。1970年代の活動としては、デビット・ボーイが、ジギースター・ダスト名義で行った一連の公演の、例えば、1972年8月のロンドン、レインボーシアター公演などに出演した。また、ミックロックが監督した、ボーイのシングル・ジョン。 I am only dancing のプロモーションビデオにもジャック・バー・キッドと共に登場する。1979年にケンプはイングランドからスペインに移住し、その後遅くとも2002年にはイタリアのローマと通りに移り住んだ。ケンプは映画においては性格的な脇役を演じることが多かった。例えば、ゲートブッシュの短編映画ザ・ライン、ザ・クロス・アンド、ザ・カーブや、 デレク・ジャーマンのセバスチャンではダンサー、ジュビリーではキャバレー出演者の役を演じた。トッド・ヘインズのベルベット・ゴールド・マインではパントマイムの宿場、アンソニー・シェファー監督、ウィッカーマンでは宿屋の主人を演じた。出演した舞台演劇としては、ピエロ・インター・コ・イズ・フラワーズ、サロメ・ミスター・パンチ、エス・パントマイム、エイミット・サマー・ナイト、エス・ドリーム、ドゥエンで、 ナイオンスキーよ、アリス、チェンレントラー、ソーニョディナイオンスキーはナイオンスキーイルマット、ファサード、ザビッグパレード、アリス、女型、シンデレラ、バルアテ、ドリームダンセーズ、などがある。また、バレエとしては、ランバート、パーズ・ゴーン・バイト・クルーエル・ガーデンがある。1991年のドキュメンタリー、映画トラベリング・ライトは、リンゼー・ケンプのドキュメンタリーポートレートである。 2018年8月25日、イタリアリボルノにてこの世を去った。80歳没。ゲイであることを公にしていた。ありがとうございます。